スタリーグラード、スタリーグラード、スタリーグラード、あるいはスタリーグラードは、クロアチア、ダルマチア地方のフバル島にあり、フバルと並ぶ主要な町で、島の北西部にある町。スタリーグラード自治体の人口は2001年の時点で2817人であり、うち1906人は、スタリーグラードの町に住んでいる。スタリーグラードはクロアチア語で、古い町を意味し、 フバル島で最も古い集落であり、アドリア海の島々の中でも最古の集落の一つである。ステリーグラードには古代より人が居住しており、古くはフバル文化の担い手たちが、後にはギリシャ人が居住した。紀元前384年、ギリシャ人の哲学者アリストテレスがトラキアで生まれたのと同じ年、エーゲ海のパロス島からギリシャ人が移住し、 この島をパロスと名付けた。スタリーグラードは、ルネサンス時代の作家、ベータル・ヘクトロビッチの生まれた地である。2008年7月7日、スタリーグラード平原は、ユネスコの世界遺産に登録された。スタリーグラード平原はクロアチアで7番目の世界遺産となった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。